さあマリー、今日は大事な会議だ、始めようじゃないか。はい、さあ戻ってきましたよ、リズム天国に不評やめちゃおう。この舞台ローガー高評価押してくれよ押すわけねえだろ、あんなクソみたいな歌詞とオープニングで。で、歌詞にも出てきた不評が多いっていうのはですね、僕の勝手な憶測ですまあ多いんじゃねえかなと、こんなふざけたオープニングなんか。だからもうリズム天国引退したいと思います。本当だかんな、絶対よはい、それじゃあ本編入っていこうか。どうも豚キングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、マインドコントロールということで、このマインドコントロールいろんな意味がありそうなんだけど、多分洗脳っていうことなんじゃないかな。で、今回のトロール制作者のこたんさんっていうんだけど、この方は日本人で一番トロールを作るの上手い人って言っても過言じゃない人なんだよね。でもこのコースは約3年前と古い、今よりもギミックが知られてなかった頃。そんな時にこののこたんさんはどんなコースを作ったのか、めちゃめちゃ楽しみですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は1.07%で、このノコタンさん今はオリベーシっていう名前でやってるみたいですね。で、この方僕のオフ会に1回来てくれたことがあって、まあ1回しかやってないんだけど、非常に好青年な方でした。いや、めちゃめちゃ芸能人に会った気分だったよ。え、あなたがオリベーシさんですか。ちょっとサインもらっていいかな僕の向かいなのにさ、いやこれ右行ってよかった、あ、バーンあんじゃねえか。うわ、話に夢中だって。いや、でもこっちが正解っていう可能性があるよ。頼む、30来い、開幕30個い。いや、本当にめちゃめちゃ優しそうだったのよ、のこたんさん。そんな方がこんな鬼畜そうなトロールコースを作るなんて想像ができませんね。コレクト、コレクトって集めろっていう意味だったっけ。確かコレクションとか言うよね。あ、ピンコインコースか。はいはいはい、だからピンコイン集めろっていうことなんじゃない。じゃあここは一旦オンオフをして、上の中間ポイントと、あー、高青年ののこたんさんよ、僕は信じないぞ。君がこんな人を殺めるようなコースを作るなんて僕は信じないからねうるせえこの上は、あっ、魚が出てくると思った。危ねえ危ねえ。じゃあここで中間ポイントを取って、ドアに入って進めば先に。やっぱいろいろあるね。まあ約3年前のコースだからバグはないと思うんだよね。バグが発見されてたらコース削除されてると思う。で、あとピンコイン4枚だけど、行き道結構あんな。1、2、3、4、5、6、一緒やしょ。ピンコインを4枚集めろってことで、土管が4つ、ドアが2枚でしょ。だからドア2枚が罠だよ、絶対そうだと思う。こっちが正解だろ。ほらほらね、そしてから四角の枠、怪しすぎんだよ。今日はもう叫ばないよ。最近ノノの調子がめちゃくちゃいいんだよね。だからたまには最初から最後まで叫ばないでやっていこうかなと思います。さあ、この派手なブロックを叩いて右に逃げる。何が来るんだ、抜け出せー。おらら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 らさっきのオープニングのね、疲れがめっちゃ残っちゃうんよ。じゃあ下に降りた瞬間すぐ右上に行けっていう感じね。スネオくん、君は乗っていい、スネオくんなのかい。でも乗っていくしかない、左上にすぐジャンプだ。これでどうだスネオ。あはるんやスネオ、もう立てつくんじゃねえぞ。うわー、ジャイアン、のび太とのび太がいじめる。のび太とのび太ってなんだ違う違う、のび太とドラえもんがいじめる。助けてドラえもん。ドラえもん助けろもうめちゃめちゃじゃねえか。助けてジャイアン。おう、のび太、そしてドラえもん、俺の心の友をいじめるのはお前らか。これでも食らいやがれ。俺はジャイアンガキ大将。なんかさ、道中デカキノコを持ってこいみたいな目印がちょいちょいあったんだけど、どこにもデカキノコがありそうじゃなかったんだよな。だから一旦このまま進んでってみるわ。そして右のデカキノコを取ればいいっていうことなんだけど、これ取れると思う、絶対左来ると思うんだよな。だから乗った瞬間すぐ左。え、こっち来ないの。え、なにこれ
ちょっと面白いんだけど。じゃあこの土管に戻れっていう感じだよな。こっちしか行く道ないもんな。あ、キノコ手に入れれたよ。そして左上のデカキノコ違うね。閉じ込められるとか。僕は戻りましょう。良い子は戻りましょうね。これを見てる良い子のみんなもブラウザバックして戻りましょうね。さあここでキノコを手に入れて上に行けばいいのかな。いや多分そうだよ。もう一回戻る必要はないと思う。でこのデカキノコの状態だったら手に入れれると思う。どうなんだろうな。いや絶対バネが出てくると思う。二度も引っかかんねえよそこに。でこのスーパーキノコの状態だったらこのデカキノコが取れるみたいな。やっぱ取れねえよな。え、これまたさっきと同じパターンになるんじゃない。多分挟まれてやられるだけみたいな。いやそうだよな。こっからどうすればいいんだろう。オンオフが関係あんのかな。ならここはオンオフをしないで土管に入る。そこまではいいと思うんだよね。でキノコを通ってさっき待ってなかったじゃん。待ってたらオートスクロールが発動しないね。でデカキノコが来ましーマジってなんだ。まあ僕がね来ましたっていうのはめんどくさかったんで来ましんって言っただけです。多分そろそろ流行ると思うよ。ツイッターでトレンド入りしてると思うね。じゃあチビになっていこうか。で上にデカキノコ、デカキノコじゃねえハテナブロックがあったと思うんだけど、このハテナブロック叩いたら右側が開く。さあ行こうではないか。マリここは上かい。右に行こうか。多分上は先に進めないと思う。でこれはうわてっきゅうと思ったけど行けば、わあ、えっこれ下。いやなんかさ、スターがチラチラ見えたんだけど。あっち絶対違うだろ。でももう下に降りるしかないよな。右行けないもん。もう絶対こんな感じだと思った。土管は土管に入れませんね。じゃあやられろっていう感じですね。あ、ここ針なんだ。うわめんどくさ。え、これスターを避け続ける。もう砲弾も出してくんのか。でこらこのスターを避け続けろみたいな。くっそこれめちゃめちゃきついよ。え、どうしよう。これでしゃがんで置いとくわ。ここここここだったら当たらないみたいな。いいね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 。あ、ここいいとこ見つけちゃったよ僕。なんで常にかわそう。いや、ちょっと頼む。やめてよ。ここ飛ばしていいかな。もうこんな僕はやめてよしかもう言うことないんだから。ちょ、マジ集中するわ。ここ、こ、く、う、早く早く早く下に連れて行けちょっとここマジカットするわ。ちょっとお手洗い行ってきたね。で、お手洗いで考えたんだけど、やっぱり小さい球はカットするのはダメだと思う。それがこのチャンネルさ、見といて。絶対に絶対にこのコースを攻略してきてるから。いやもう攻略コースは分かってんだよな。だから最後のあのスターをここ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 見たきゃ。これが知りたい救命人だ。ならここは早く上に行こう。このハテナブロック叩いても意味なかったね。でこのキノコは取れないと。じゃあこのまま下に行ってよかったね。パックンはやられてくれた。でこの近くの枠の中はなんもないのか。いやこれどうする。いやでも走っていったらさ、あのバネ抜けれそうな気するんだよな。ちょっと走っていってみていい。頼む抜けて。やった50コインの方は大体怪しいんだよ。さあこれでも終わりか。オッケーオッケー。そして1,2,3 やっぱり3枚集めなきゃいけないのか。でここで中間ポイントで最後この鍵ドアに入れっていう感じでしょ。でこの土管でさっきのとこ戻るみたいな。オッケーオッケー。じゃあ2つ目のところ行こうか。さーて次は赤い土管の方に行きますか。これ一個一個が結構長いよな。ボス？ボス戦？ここね？でもこの四角の枠すげえ怪しい。 B スイッチを踏めってことかな。ここで踏んで何もしない僕は。セーバー下でござるよ。え、これで終わりだったらめっちゃ楽じゃない。優しいね、のっぺろぼさん。ここは楽できたよ。次は青いの買いこうか。で、ドア2枚、やっぱり罠だと思うんだよな。ここまでピンコインがきれいに取れてるってことは土管で。ってことで、ドア2枚は最後の土管に入る前に入ってみようか。で、これはリンクだね。リンクって書いてるもん。オッケーオッケー。で、ここでブロックを壊して、この USA 取ってく。うわ、どうしよう。いや、取っていかねえ。この USA は罠だ。リンクでやってる。ほらほらね、もう分かってんだよ、僕は。トロールをどんだけやってると思ってんだ。USA 取ってよかったってこと？たださ、左下のあそこ USA キノコでどうかせって書いてたけど、これやられるんじゃないの？
ふざけるな。ならあのマグマの中に USA 落とすしかないよな。だからこの USA 連れて行こうか。これどっちに落ちてくるんだろうな USA。 だってブルテッテッテブルテッテッテブルテッテブリンピ。なら左でかわします。この辺に追っておいてジャンプして逃げる。でこの USA が、あ、なんも変わんないな。あ、なんか発動すると思ったんだけど。でこの状態で身を開けたら砲台がいた。いない。なるほどね。こっからどうすればいいんだろうな。上に行く、うん、なんか行けないよ。ガリガリくん、ガリガリくんって美味しいよな。ちょうどいい季節になってきてない？ガリガリくんを食べる。みんな何が一番好き？僕ね、ソーダとコーラとぶどう味が一番好きなんだけど決めれないのよ全部うまいからさあここのブロックは壊れてくれんのかい。いや狭いな、見にくい。そして後ろのテレサがすげえプレッシャー。オンを叩いてすぐ左にデデデデーンとは引っかかりませんよ。今引っかかったと思ったけどさあこのピースイッチを叩いてすぐ右に行く。なんだってな。ピースイッチを叩いて何もしないでおくか。なな今何が起きた。全くもってどうすればいいかわからんぜ。ピースイッチを叩いた瞬間何もしない。この上にすぐ逃げろみたいな。あ、じゃねえんだよハテナブロック、隠しブロックを叩くことによってあの砲台が壊れたっていう感じなんかな。もうそれ以外考えられないよね。そしてあの USA を取るしかない。素直に取らせてくれるのか。どうなんだ。取らせてくれないな。じゃあこっから取れるっていう感じだね。まあまあそんなに難しくなかったよ。そしてこの右に行けと。あれ、開かないね。待たきゃー魚ー。もう終わりにしようや。いつもいつもえげつないコースばっかり作りやがって。そんなんだから僕はいつもド M って言われんだよ。ド M って言われたことあんのかい制作者。そんな僕の気持ちを分かってほしいぐらいだね。ここは何が来てもいいように盾で弾き返す。何もないようで何か書いてるね。オートルーム、もしかしてこれは。いや、右部屋に入った瞬間右押し場すればここまで来れたと。わかるわけねえだろ。いやちょっと待ってね、本当にそんなことできる？そんなことできたら僕は土下座してもいいね、ツテルルさんに。ツテルルさん、このコースすごすぎる全然テルルさん関係ねえけど、作ったらノコタンさんですね。いやでも本当になんか変わりそうだよ。え、すごいすごい。このまま最後までいけるみたいな、そんな感じなんじゃない？いやすごすぎだろこの全部変わるパターンって。でもね、ノコタンさんのことだから絶対最後に何か罠があるパターンだよ。そうだろ、急にここ下落ちるとか。やっぱりだ。このノコタンさんっていう方がね、素直にゴールさせてくれるわけがないのよ。ここはオンオフして上に行けるみたいな感じかな。あー、はいはい、なるほどね。もうこれで多分もう行かせてくれるでしょう。もうオンオフは変わって。いや、どうなんだろうこれでも進ませてくれないっていうのがノコタンさんなんだよな。さあどうだ、土管に入れるのか。いや、入れるっぽいよ。オッケーオッケー、走っていこうか。走って土管に頼む。いやー、なんて土管に入れねーの。え、じゃあどこに行けばいいの。ちょっと待って、右の矢印のとこ消えて下って書いてる。なるほど、そういうことか。いや本当にこのコースとてつもなくすごいよね。3年前だよ。じゃあここで下押し一発しとけばいいってこと。これで、おお、すげえよ。もう感動しかねえよ。もうこれでピンコインを回収できるみたいな。いや本当に素晴らしいコースですね。さあラストのピンコイン回収しに行きましょうと思ったけど、左のドアと右のドアすごい気になるよね。多分ここね、ピンコインじゃないと思うんだよな。ちょっと見てっていいかな。 OK、 あ、なんか進めるルートあるよ。 OK、 はい、どうもこんにちは。何もないっていうことだね。じゃあ右下入っていこうか。この生ゴミ。多分ね、この右下のドアも何もないだけだと思うんだよな。さあどうだ。あ、なんか道っぽいのなってるな。あ、どうなんだろうなんか当たってしまったけどじゃあこのキノコを取って、あー、いけるよ。なんか、あー、はいはい、っていうことはあの土管がフェイクだったってことかな。いや、ここ短いで会ってくれたら嬉しいんだけど。ここは下に行けばいいのかい。右下、いや、これはまだワンチャンあるよ。これで当たれない。頼む、当たって。こっけ、ならさ、土管の方気になるよな。こっち入ってってみようか。なかなか面白いことしてくれるじゃねえか。実は土管の方が罠でしたと。そういうのは全く想定してなかったよ。キノコ様ーならキノコをよけます。でもキノコそこうろうろするんじゃないの。やっぱりね、どうやって通ればいいかわかりませんと思ったら消してくれたね。さあ左下にフラワーがあるけど、左下のフラワー取っていいかないや絶対罠っていうのは分かってる。でもなんでアイテムってあんなに誘惑が激しいんだろう。取ったらあって言われたけど。じゃあなんだみーや、頭痛くなってきた。酸欠。前の動画ちょっと静かだったぐらいでさ、なんか今日のピオキング物足りないなって言うのやめてもらっていいかな。僕もともと静
静かなやつだな。おいおい待て待て、怪しいぞこのフラワー。実はこのフラワー取っていくのが正解みたいな。ホーラーで、ね、ホーラーが出てこない。そんなこと読めてんだよ。さあこのみ、いやー、いや大丈夫、右下に落ちていけばいい。あの土管は罠だ。なんだ、何が来る、押し寄せてくるんじゃないのか。この砲台の上に乗っておいたら大丈夫なんじゃない。そして右押し一発すればいい。あ、やっぱファイヤーいるっぽいよ。ほらここでファイヤーいるみたいな感じだもん、氷を溶かすために。さあここでボム兵を壊して、もうそろそろ終わりでいいよ。次はどっちで、次はファイヤーはなしっていうことなんだね。キノコも持ってくるなって書いてる。持ってきてたらどうなる、こうなるのか。知りたい級っぽいな。え、これ降りれんくね、これどうやって降りればいいんだろう。あれ降りれるんだ、あ、この勢いで降りるってこと、はいはい、そういうことね。で、次は、あー、ここ歩いて行けみたいな。いや、めんどくせえな、これ頼む、これいかん、すごい楽しいじゃねえか。面白い罠をよく作ってくれるんだ。右に行ったの、よし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 。で、次は、この丸々を越えていけっていう感じだと思うんだけど、どういう感じで行こうか。左下、こっち、今うわ6つ、右上から左下に行った時かな。あ、いた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 、これでやっぱり上げてくるよな。これを再開しろっていう感じか。でももう一回分かったからね、もう全然楽勝でいけると思うよ。見てて、もうこっからノーカットで行きたいと思います。右上に行った瞬間すぐ右にダッシュ、はいはいはい、もう余裕なんだよ。これが死にたい救命陣よ。一回分かればすぐに攻略し、パパルピーピルルピーブーピーパーパーピーポープルルプ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 ルピーピー。チビ状態でいけって感じだったから、まず溶かしてここでチビになって先に進めばいいんじゃない。このさ、アイテムを取ることによって罠が変わる、まあ行く道が変わるっていうのはよくわかんないよな。あふね、ここ肌を隠してやがる。さあここで50コインを取って、これでもう終わりなんだろ。肌めちゃめちゃいいタイミングで出てくるな、あのパックなら。早く行こうか、早く土管に入ればこれでもう終わりでしょ。よしよしよし。さあこれで鍵が集まったね。どうなるんだ、素直にゴールさせてくれるとは思えねえけどな、あのゴダンスのコースって。頼むゴールあって、どうなる、怖え。また集め直してか、そういうパターンは。 GC って書いてるよ。え、これ、いや何もしないでおこうか、右下がゴールかもしんねえ。絶対怪しいと思ってたこっち。じゃあゴールしますか。どうもありがとうございます。いや本当にすごいコースだったね。とても3年前のコースとは思えないぐらいクオリティが高かった。マジですごくなかった今日のコース。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオボム兵乗りということで、サムネを見る感じ針の上にボム兵が一列に並んでるだけなんだけど、説明文に意外とできないかもって書いてるんだよね。でもさ、ボム兵を踏んでいくだけだったらめっちゃ簡単そうに覚えるよね。ただゴール条件があんだよな。あのゴール条件が何かだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.85%。 あ、やべ。消すとこだった。まあこんくらいのクリア率だったら早くクリアできるかもしれないんだけど、たまにコメントであんのよ、もっと難しいコースをやってわーわーギャーギャー騒いでくれよって。やってみろよ、クリア率 1% だよ、結構難しいかな。急に口が悪い。でボム兵を70体以上倒してゴールっていう感じだから、こういう風にやっていけばいいんじゃない。ちょっと動いてるから難しいね。しかし70体って多くない、このボム兵。でもゆっくりやればいけるんじゃない、結構時間はあるもんな。こうやってゆっくり大ジャンプしながらいけば。でもさ、爆発がどんどん追いついてきそうだね。いやどうなんだろう、このまんまでいける。一旦じゃあ大ジャンプで、ジャンプでずっとやりながら行ってみようか。ごめんね、日本語下手くそで。日本語下手くそっていうか、喋れてすらねえんだよ。さあここは、これさ、ちょっと油断したら間に入ってしまいそうで、めっちゃ怖いね。でももう半分は来てる。頼む、行ってくる。これさ、これちょんちょんでいけそうじゃない。あ、いけたいけた、だこれもうゴールできる。頼む、え、足りんくないこれ。早く行き過ぎてもダメってこと？めっちゃ遅く行かなんじゃない？こういう風に一体一体踏むみたいな。それだったらめちゃめちゃ時間かかるような気がするんだけど、最速が20秒ぐらいって言ってたんだよな。だからこの行き方じゃなくてもいけると思うんだよね。2体ずつ踏んでってみる。2体ずつ、でもこれを動いてる中2体ずつ全員踏んでいくのめちゃめちゃ難しいと思う。いや、ちょっと待ってね、今
今なんか端っこで切れたよね、ボメ。ほらほらほら、これを利用していくんじゃない？そしたら早く倒せるみたいな。いや、でもそれめちゃめちゃむずけよ、端っこ踏んでいくの。もう最速とかどうでもいい、とりあえずゆっくり踏んでってみようか。それだったらね、倒せると思うんだよな。爆破が追いついてこなかったらいいんだけど、とりあえずゆっくり1体か2体ずつ踏んでってやってってみる。あ、爆破追いついてきそうな感じないな。だから最速はさっきの蹴るをどんどんやりながら行ってったと思うんだけど、いやこれちょっとやっぱ難しいよ。結構さ、ボムヘッ動いてるじゃん。だからそこをきっちり踏んでいくのが難しいっていう感じのコースだね、これは。でももう半分ぐらいは来てる。いや、いけるかな。もう風しか出てこれで語彙力ないで、でももうすぐゴールだ。さあ、これでゴールなんじゃないのか。いや、全然足んねえ。なんでカウントされてないかわかんないんだけど、めちゃめちゃ早く行ってみようか。これ、チャビちゃんで。あ、これめっちゃ簡単だね。ただこれだったらさ、左で画面アウトしてカウントされないんじゃない？これすごい楽。僕今ね、コントローラーもう触ってない状態なんだけど、これでクリアできたらすごい楽だな。でもさ、さっきさ、大ジャンプたくさんやっててカウントされてないのはよくわかんなかったな。これ足りるかな？たぶんあと10体か。で、今何体いる？7体か。来た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 、やったいや、これはナイスアイディアのボムヘイコースだったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。